県が今年度初めて実施したビジネスアイデアの実現を支援するプログラム、ギアの成果発表会が開かれました。九州大学発の宇宙ベンチャーとして成功を収めている QPS 研究所の市木俊光副社長がゲストとして登壇し、事業化までの苦難や資金調達について経験を語りました。当時は宇宙イコール、もう本当リスクみたいな、とにかくロケットって 100% 成功しないんでしょうと、面白そうなんだけれどもお金は入れられないと、本当そんな感じだったんですよ。半年間のプログラムには学生起業家など10人が参加していて、実証実験などを経てビジネスアイデアの実現を目指します。